はい、こんにちは、トールと申します。アニメ私の幸せな結婚の1話を視聴しました。シンプルなストーリーに見えて、ほぼ全ての登場人物に裏側の事情なんかが伺えて非常に興味深かったですね。作品の軽い紹介と全体的な感想、そしてちょっとした掘り下げとか注目点の共有をしてみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。まずは作品の紹介からざっくりとした感想をやっていきたいと思います。私の幸せな結婚、通称ワタコンというらしいですね。小説家になろうから連載が始まって、角川から出版された小説が元となっている、ジャンルとしましてはラブストーリー、和風ファンタジー、それから明治大正の時代感を楽しめる、そういう作品になっています。漫画や映画なんかもね、されていますので、そういったところで目にした人はいるかもしれません。あらすじとしましては、まあ分かりやすく言うと、名家の長女だったんだけど虐げられていた主人公の少女が、まあ、悪名高い人のところに嫁入りすることになるっていうね、タイトルと合わせてみたら分かりやすく、いわゆるシンデレラストーリーの、形式だと思われますね。そしてですね、まあ1話見てみた、自分としての感想というかね、印象としましてはね、一つはめちゃくちゃ超高品質でしたね。時代感の描写とか心象内象ね、内心なんか含めた、まあ演出もねすごく気が利いていて、でその上でただ解像度高く作ってるだけじゃなくて、人物の裏側までとても細かくね、分かるように書いてくれてるんですよ。つまりタイトル通りとって考えるなら、単に、まあ、今回の話っていうのをね、不幸な少女の、描写を描して、ここからまあじゃあ幸せになっていくんだなっていうね、分かるためのものなんだけど、ただ単にかわいそうなだけじゃなくて、主人公自身の持ってる、まあ、世界の認識の歪みみたいなところ、そう、悪い意味で言うなら彼女自身の課題や落ち度に関してもちゃんと映像でね表現してくれていたっていうところが、なんかあれこれ妄想が楽しいなと、考察が楽しいなと思えた部分にはなってました。はい、1話なんかは結構無料で配信とかもされてるみたいですので、興味を持った方はね、ぜひ一度見てみてください。ね、僕もねしばらく追っていこうかなと思ってるので、一緒に楽しめたらと思います。それではここからは視聴後の感想や注目点を共有してみたいと思います。1話はだいたいあらすじそのままの内容だったので、大まかなストーリーは省略しようと思いますので、ポイントごとにね、ちょっと深掘りしていきたいと思います。まあ、ちょっとお断りとしましては、僕はあくまで、まあ、原作は知らずにねアニメ視点で語ってますので、まあ、原作に答えがあってですね、まあ、人物に対して一見まあちょっとその貶めるような言い回しに聞こえるかもしれませんけど、このあたりねご了承いただければと思います。まず語ってみたいのは、ミオ自身の持ってる世界に対するこう歪みみたいなものでしょうか。意図していない嘘を彼女はついてたんじゃないかなと僕は思っています。はい、どういうことかっていうと、まあ、今回の話ってめちゃくちゃ悲惨なミオがずっと書かれてるのよ。ミオにとっての不幸がほとんど書かれていて、そんな中小さなね、癒しが工事との時間だったってことが書かれていますので、もう彼女に対する同情心はすごくね、高まってるんだけど、それはもちろんあるという前提で言うなら、彼女は現状ね、自分の不幸に酔っ払ってしまってる側面があるとも、自分は取りました。まあこれ結論からなんでね、ややちょっとねハードな言い方になっちゃうのかもしれませんけど、というのもね、象徴的なセリフがあって、使用人同然の私って2回この作品で言ってるんですね。この1話の中でも言っている、まあらすじにも書いてるからね。でそれ嘘ではないと思うんだけど、本当でもないと思うんですね。まず使用人のような仕事を彼女がしてること、これは間違いないですね。はい、まあその仕事する時に邪魔にならないようにこうタスキを使ってね、動いていますし、やってることもそうですね、使用人のようなことをしています。ただ本編で書かれている使用人の彼女たちとはですね、明らかに差別化して書かれてるんですね。はい、これは描写の丁寧さとかではなく、彼女たちっていうのはですね、まあその家の中のことをこう噂話とかをしながら仲良くね仕事をしてるわけですよ。でそこに、まあ女中頭さんかな、がやってきてですね、怒るわけですね。そのサボってんじゃなくてちゃんと手を動かせと。で、呼ばれたらすぐに来なさいっていう感じですね。ね、ちょっとでも気を抜いたり手を抜いたりしてるとですね、怒られる環境にあるわけですよ。で、そんな中でもですね、その一緒にね、何か作業をしてるミオに対しては気遣いを忘れないね、気を使ってくれてる、ね、つまりみんなはこうサボっとったら怒られてですね、でミオにも気を使ってる、ね、そういう使用人さんたちなんですね。でそれに対してミオってどうなんだろうって、
ミオはね、他の人たちとは違う仕事をしています、これはその割り振られてるように見えてくるんだけど多分違うんですよね。ミオの掃除って、自分で勝手に自主的に起こってる、やってることだから、途中工事がやってきた時にですね、別に抜けても誰も怒る人いないんですよ。そこに何もはばかることはないっていう形になっています。で、そうやって見ていくとですね、彼女の仕事って使用人と同じような仕事をしてるんだけど、同じような仕事をしてるだけにもちょっと見えてきますね。まあ、この釜のすすの、掃除のシーンなんかがありますけど、これはね、僕があまり家事をしたことがないからかもしれませんけど、彼女のやってる仕事だけちょっと浮いてる気がするのよね。これ何してるタイミングかっていうと、食器をみんなその食事が終わってね、多分晩ご飯の用意までの、ね、お昼ご飯が終わった、もしくは朝ご飯が終わってね、まあ多分朝ご飯と思うんですけど、朝ご飯の後に、まあ食器を拭いてるタイミングだと思うんですね。この後に妹が来てお出かけするのって言っていたから、多分朝ご飯の後だと思うんですね。で、だからその普通に使用人の皆さんっていうのは食器を拭いたりしていてですね、で使った釜、朝ごはんを使った釜をですね、炊くための薪をですね改めて補充するというね、作業をしてるんですよ。でもね、ミオの仕事ってこれ、すすのついた鍋を洗ってるんですよね。鍋ってちゃんと釜に揃ってるわけですから、おそらくこれは普段使っていない鍋がすすで汚れていたから、ミオが勝手に判断してですね、まあゴシゴシ洗ってるんじゃないかなというふうに思われます。逆に言うなら、使用人たちの毎日のルーティンワークの中にミオの仕事ってないんじゃないかなと、そんな感じのことを自分は思いました。お父さんが聞きましたよね、いつも昼は何をしている。これはまあお父さんが忙しくて把握していなかったりする可能性はあるんだけど、少なくとも昼間お前は使用人のような仕事をしなさいと言いつけられてるわけではないわけですね。だからまあ返しますよね、家の周りを掃除したりしてますってね。やはりこれは誰かに割り振られてるわけじゃなくて自主的な判断だと思われてますし、そしてですね、お父さんが言うわけですよね、明後日のね、まあ昼間は絶対家にいなさいと言われていました。はい、これからも分かるようにですね、別に外出を禁止されてるわけでもないわけですね。それに対して、まあ、婚約話っていう話がね、胸の中でワクワクしてるから、いやそんな心配しなくても私が家から出ていくわけないのにって言ってね、彼女は眠っているわけですよ。ここがね、やっぱり現状を考えるとですね、彼女は、まあつまり使用人に混じって自分の好きなことをしている、使用人っぽいことを自分の意思でしているっていうところ、そして家から出る必要はない、出る気はないっていうところ、これってどちらかというと母の死から立ち直れなくて半分引きこもり状態になってる、そういう見え方ができるんじゃないかなと、自分は思いました。その上で使用人同然の私って言ってるんですよね。これはまあちょっと使用人に対してはやっぱちょっと失礼な、言い回しになると思いますし、で、まあ、それ自体が悪いっていうわけじゃないんですけどね、もともとのその立場が違うわけですから、ただ、この中にはかつて使用人を使う立場だった私との比較が見え隠れしますし、今は使用人同然の立場に落ちて不幸という自分に寄ってるようにもちょっと見えてくるんですよね。そう、10年以上前の母の死から立ち直れていなくて抜け出せなくなっている、そういう自分が見えますので、使用人さんからのその心遣いとかね、まあ気遣いなんかに関してもですね、どちらかというとその当然のものとしてね、受け取っているんですよ彼女はね。使用人さんが持ってくれ、来てくれた、ね、着物に対してですね、まあそして、まあ、食べ物、明日のね、まあ、お昼ご飯におにぎり持たせされてもらってるんだけどね、助かりますって言ってるんだけど、そこにね、当然のものという意識が多分ね、消えないと思うんですね。だからいただいたおにぎりなんかも多分何の具が入っていたかとか、おにぎりの味とかもね、多分覚えてないと思うんですよね。当然のものと多分思ってるんじゃないかと思いますし、お父さんが持たされて持たしてくれた着物に対しての方が意識が向いてるのよ、私にこんな派手な着物は、向かないのにっていうところがありますので、やはり自分を卑下する表現っていうのがすごく尾を引いてる、これが10年以上、まあ、ずっとこう滞ってる状態なのかなというふうには思いました。そんなわけでね、彼女自身の性格が悪いとかそういうことではないんだけど、彼女自身の落ち度とかですね、課題に関してちゃんと書いてくれてるのよ。
家からずっとね出ずに閉じこもってたせいで彼女めちゃくちゃ世間知らずでですね、その登場っていうか、まあ外に出ていくシーンのね、その慌て方っていうか慣れてない感じも、ね、強かったし、あと全体的な馬の空感とかね、いやこんな山奥にねその屋敷があんのかみたいなとことかね思っていたより質素な家みたいなこともねポソポソと思っている部分っていうのが、この辺がねなんかね単にかわいそうな部分、だけじゃなくて彼女がこれから成長する余地、課題についても映像でもねちゃんと表現してくれているところが自分の中ではね結構好印象だったんですよね、皆さんの見立てはどうでしょうか。ミオ自身の課題をちょっと強めに意識してみると浩二のね違った側面も見えてくるかと思います。彼の存在が、まあ、ミオの心の支えであったことはねもう十二分に、書かれていると思います。日々の中での唯一の清涼剤ということが、わかりますし、キャラメルのシーンはね、ミオを喜ばせるためにね、わざわざ持ってきてくれたという、まあ、浩二自身の優しい人柄が伝わってはきます。ただこれがまた一つですね、ミオがこの状態から抜け出せずにいた原因の一つにもなっていたかと思います、このまあ浩二ってそのままねミオを喜ばせるためにまあミオの手にキャラメルを2つね渡してあげてですね、で笑ってる様子をよく見てですね、まあ君の笑顔ね笑ってるところを見たいんだってね、笑っていてほしいんだってね、言っている優しい性格にも見えるんですけど、これ裏側を見るとですね、浩二のお父さんはじゃあこのタイミングで何をしてたんだろうっていうとですね、玄関から入って女中頭さんに挨拶をして手土産を渡してるんですよ、自分の手でね、気遣いのセリフを述べたりだとかですね、非常に礼儀も重んじてですね、丁寧に接してる、そういう人物であることが伺えてます。本来は多分浩二って父の横について手土産を持って、父の手土産を自分が持ってそれを女中頭さんに渡さなきゃいけなかったんじゃないかなと思われるんですよね。浩二が、まあ、このタイミングでどこまで婚約を意識してるかはわからないんですけど、少なくとも美代との婚約を夢見るぐらいにはこの両家っていうのはですね非常に仲が良くてですね、そしてですねそのつながりを作ることのメリットっていうのをね、意識していたと思われますので、だとするなら浩二が、ミオのとこに、ミオと結婚するにしろですね、カヤと結婚するにしろですね、これから浩二がお世話になるっていうのはこの屋敷の使用人さんたちなんですよ ね。そこへの、礼儀とか挨拶っていうのを、まあ、浩二は本当は最優先しなきゃいけなかったと、思われます、でも浩二はね、そういったちょっと堅苦しいことからは逃げてですね、まあ、逃げてって言い方あまり良くないと思うんですが、とりあえずミオを喜ばせるためにキャラメルを持ってきてしまうっていうね、とこですよね。父とは別行動をしてしまっている部分ではあります、せめて挨拶ぐらいまでは、この手土産のタイミングぐらいまでは本当は一緒にいた方が良かったんじゃないかなと、僕は思うんですけど、そういうことは浩二はしていない。浩二もまたですね、ミオを喜ばせる、かわいそうなミオを喜ばせるのが僕の役割なんだと勘違いをしていると、思われますね。だからその後のシーンでは手土産自分でも持たされてきてるじゃないですか。全然違うタイミングで、まあ、ここ解釈は 2,3 個できるとは思うんですけど、少なくともその最初のシーンでね手土産を渡すべき役割は浩二だったことがね、分かるところはね非常に綺麗な答え合わせになっていたと思います、そして、浩二自身はカヤと結婚させられることが決まった時に怒り出すわけですよ、で、これに対してですね、その言いつけを守れと、この家のために言うことを黙って言うことを聞けって言われて、我々まあ工事寄りで物事を見えるわけですから、なんて勝手なお父さんだと、まあ一瞬思うは思うんですけど、これはね工事がここまで悪かったという見方にもなりますね。あそこまで分別がついていてですね、まあその気回しの利く、そんなお父さんがなぜ工事にこんなことを言ったのかって考えると、やはり工事はですね、その自分の役割とか家のこととか考えずに、とりあえずただ目の前でかわいそうでいるね、ミオに甘いものをあげて笑顔にさせることに夢中になっていて、自分の役割をやってこなかったんでしょう。そしてそれを見えていなかったっていうね、そういう見方ができるんじゃないかなというふうには思いました、だから本当に使用人さんなんかよく分かっていてね、そう使用人さんたちもミオのことを気遣ってくれてるんですよね。だからそのミオのお父さんはカヤさんに甘いからきっと婚約話はカヤさんの方よみたいなことを言ってるんだけど、ある意味これも的を置いてですね、いていてですね、そう2人で何も考えずに ね、でやるべきことも基本的にはやらずにね、幸せな夢に逃げてるだけの2人があの家の中で一緒になってね、幸せになれるかっていうとそんなことはないですよね。
それも少なくともまあちょっと工事を休断する決まりはそんなないんで、気持ちもすごくわかるんですけど、いや、 やってることをちょっと例えて言うなら、工事のやってることって、そのかわいそうな人んち、まあ人んち遊びに行った時に、なんかこう野良猫がいてね、ちょっとかわいそうだからっていうことで、その野良猫に気まぐれに餌をやっていたみたいなね、そういうポジションですね。本来その猫のことを考えるんだったらね、良い飼い主を見つけてあげるだとかですね、自分の親に猫を飼っていいと思わせるための努力を、しなければいけないわけで、工事はそこからはですね、まあ目をそらしていたというか、まあちょっとあの同じように幸せな夢にね寄っていたという、そういう見方だと思います、ね、そう考えるとやはりね、ミオに笑っていてほしいとね言いながら、こう2人で幸せな夢を 見ていたね、そんな2人が夢から覚めたのが今回の、2話なんじゃないかなというふうに思います、うん、2人を責めたいというよりは、そういう側面もあるから社会って難しいよなという、そんな話なんですけど、どうでしょうかね。まあそんなことを言ってると、いやいやミオもコウジもかわいそうだよとなるんですけど、これはねもちろんその通りだと思います。ただかわいそうというか同情すべきはみんなだと思うんですよね。その多分サイモリ家の、まあ、ミオのお母さんが死んでしまったことっていろんな方にとっての不幸だったんですよ。それはもうお父さんももちろんそうですね、サイモリ家をちゃんとその続けていかなきゃいけないから新しいお母さんをね、呼んでこなきゃいけないですし、まあ、屋敷が燃えてる描写っていうのは多分その実際屋敷が燃えてなかったので、お母さんの死っていうのが何かわからなくて今後深掘りされるとは思うんですけど、ともあれ、まあ彼女にとってあくまでも彼女目線の過去回想なので ね安心できる場所は過去にしかなくなってしまったという状態だと思われます。でお母さんやってきてすごい睨んではいるんだけど、これ自分のこと忌々しくて睨んでたかどうかちょっとわからないのよ。あくまでもミオの見た景色、ミオから見たら怖いお母さんがやってきて新しい妹が生まれて自分はないがしろになってしまった。で、妹に優しくしてあげようとするんだけど、妹はプイと、向こうを向いてしまって、でお母さんは妹ができたからどんどん自分に対して厳しく当たるようになっていて、孤立に、どん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 孤立化していくっていうね、そういうこうミオの見え方だと思うんだけど、本当にそうかなっていうふうに思うと、これ多分ねお母さんが怒ってる理由って、ミオがこのサイモリ家の長女としてのふさわしくない振る舞いをしてたから怒ってたんじゃないと思うんですよね。つまり使用人の真似事ですよね。そのサイモリ家の長女って言ったら、つまりお父さんの次にお母さんを支えなきゃいけないポジションになっちゃってたわけですね。でそこに自分がやってきてですね、でもう数年経ってるわけですよ。もう妹生まれてるわけですから、なのに未だにその家を背負って立つというポジションに、まあ、その入らずにですね、まあ後々のことを考えると結局、ずっと外には出ていかずにですね、家の中の興味を持った使用人の仕事っていうのを勝手にやってる、そんなんサイモリ家の長女の振る舞いとして正しいわけないやないかと、怒ったんじゃないかなとちょっと見えなくはないんですよね。そうそう見ていくと、まあお母さんの厳しさは分かるんですけど、そこがだんだんお互いにとっての居心地の悪さ、まあなんていうかね、そのお母さん多分めちゃくちゃ複雑な心境なんでね、苛立ちに変わっていたんでしょう、現状は悪意を向けてくる存在ではあるんだけど、そのための動線が見えなくはないんですね。で、それがミオにとっては全部自分に襲いかかってきた不幸にも見えている。桜の木、お母さんとの思い出の桜の木が切り倒されてしまった、奪われてしまった可愛い描写にはなってるんだけど、これの判断をしたのは多分お父さんなんですね。ミオが死ん、ミオがね、延々とお母さんが死んで泣いてる時にお母さん、お父さんは、まあ、桜の木をね見ていました。まあ、桜の木っていうのはミオにとってお母さんの、まあ、思い出のね、場所であって、もうミオにとっては、まあ、半分お母さんそのものだったわけですよ。だから彼女にとってはお母さんを再び奪われてしまった形になるんだけど、でもこのいきさつを考えてみるとですね、お父さんの視点で物事を見るなら、これはずっとミオがお母さんの思い出に縛られて閉じこもって何もしなくなってしまってる、ここから飛び出してほしかった、まあ切り替えてほしかった、抜け出してほしかった、そういう意識があったんじゃないかなと思わなくはないんですよね。だってそんなずっと閉じこもって何もしないねお姉ちゃん、それは妹もバカにするわっていう話で、そう、
もう跡取りやし19歳だしね、他の人に対して結婚も考えていかなあかんのに自分の顔が汚れても気にしていないお姉ちゃんっていうところはね、妹にとってはやっぱりちょっと苛立ちを募る部分だと思うんですよね。そんなわけでそれぞれが悪くないわけじゃないんだけど、その動線は見えてくる。だから母の形見もほとんど捨てられてしまってって言ってるんだけど、これ多分切り株と同じなんじゃないかなとも取れるわけですね。思い出に閉じこもって何もできないでいるミオに対してお父さんが何とかしようと考えたんじゃないかなとも、取れるわけです。はい、そんなわけでですね、まあミオにとっても家族にとってもあの場所でずっと一緒に暮らしている限りはそれぞれが等しくはないかな、まあ総じて、不幸だったと取れるかと思います。なのでね、まあ、一周回ってね、ちゃんとね工事の父が一番正しかったみたいなところがね、見えてくるわけですよ。そう、まあ新しい場所に行ってやり直すことが一番彼女にとっての幸福だろうと、今更家族との関係を修復するのは難しいだろうというところまで見えていたんじゃないかと思いますし、工事にはそれが見えていなかった。自分が西森家に入って結婚してすればね、すればみんなが幸せになれると信じていたけどね、それはミオとしか関わってこなかった工事は何も見えてこなか見ていなかったという、ね、形になりますので、やはり、そういう意味で言うならこの家に居続けるっていうのはもうミオにとってもお父さんにとってもお母さんにとってもそして、カヤ妹にとってもですね、みんなをこう不幸にしてしまう、そういう状況だったのかなっていうところがね、思います、ね、そう考えるとそのみんなが自由になれた、第1話だったのかなと、そんな見方もできますね。そんなわけでミオの暗い気持ちと打って変わって希望が見られるような演出で書かれていたのが、まあ、出発の朝かなとは思われます。はい、ここは一個一個ねこうミオのキャラクターが出ていてすごく面白かったんですけどね、はい、言われたもの来てね、出発していくっていうね、鏡の前で身だしなみのチェックもやっぱりしないっていうね、ところですよ。そう、カヤにね言われてですね、でそのもしかしたらコウジさんと結婚させてもらえるかもって、なってる時のねめちゃくちゃワクワクしていた時にちょっと前髪整えるって ねやっていたミオとの対比になってるんですけど、あの身だしなみって別に自分がよく見られるためだけに ね整えるものじゃなくて、なんかその会う人に対して失礼がないように、日々やっとかなきゃいけないことではあるんだけど、やっぱり世間知らずのお嬢さんのところが多い、しかも家から出ていないから ねいろんなことが経験不足なんですよね、当然妹から侮られるんだけど、だから基本的に玄関通るときは身だしなみを確認するみたいな癖を本当はつけなあかんやけどね、それをしておかないというねとこではありますし、これちゃんとね使用人さんが鏡の向こうにね映ってる花がありますよね、とても綺麗な花をですね置いてくれてるんですよ。これってその位置関係的には毎回身だしなみチェックのために鏡を向いた時に花が映るようにね、してくれていてですね、そういった使用人さんたちの気遣いやね、いい仕事にもまだ今の段階では無自覚で気づけないね、そういったミオの描写になってます、歩いていく方向がね、まあこう上手側っていう意味では彼女の気分的にはねもうズーンと落ち込んでるってね、逆にコウジさんとかに向かう時はねなんかちょっと希望を感じてしまってるような、感じで上手からですね下手側に左側にね、向かって行っていましたので、ね、この辺非常に分かりやすかったですね。ただ、描かれてるものは本当にね、この家にも気遣いはあったよねって、分かりますし、また彼女自身はですね、一応これで、この屋敷から解放されてですね未来に向かっていっています。はい、まあ、基本的にこう上手から下手側に向かっているっていうのは、まあ、暗喩というかですね演出的な意図だとは思うんですけど、彼女自身がね言ってるのよね、ああ帰る家も思い出さえもこれで失ってしまったっていうね、ネガティブな表現を、しているんだけどそうじゃないですよね、呪いからずっと自分を縛っていた呪いからようやく解放されたんですよ。長かったですよ、10年以上かかりましたからね、で、これは自分が能動的に動いたわけじゃなくていろんな人のいろんな思いがあって、解き放たれることができたという見方も、できます。はい、彼女はまだその自覚は未だなくてですね、はい、まあでもちょっと自分の中にですねものすごく綺麗で大きなお屋敷でですね優しくしてもらえる可能性もあるんじゃないかみたいなことをですね
妄想してる可能性もありますね。到着して屋敷の大きさを見た時に質素って言っていましたので、そのあたりがあるのかもしれませんが、ともあれこれからの彼女の未来をね、示唆する要素としてはですね、結構おにぎりが、対比にはなってるかなと思いました。旅立ちに、女中頭さんがおそらく渡してくれたね、おにぎり2つっていうのは今までのミオの、ね、生活ですね、たまに待ってると、手元にこう工事がね甘い甘い、キャラメル小さなキャラメルをねポンと2つ渡してくれるね、そういう生活から新しく変わったっていう部分ですよ、うん、そのおにぎりっていうのは、まあ、ちょっと片手で持つには、大きすぎるぐらいのねおにぎりではあります、まあ、三角おにぎりなんでこれから、山があるよと越えなきゃいけない山があるよという見方もありますし、まあ、めちゃくちゃ山の中に入っていったなという、ね見方もあるかと思いますけど、ともあれですねこう甘い甘いキャラメルの夢を見ていた時代は終わってですね、生きるためにおにぎりを食べなきゃいけないねそういう時代が待っていたと、見えてきますので、タイトルと合わせて視聴者はものすごくポジティブにこの旅立ちを見れるというね、見方でね面白かったかなと思いましたね。そんなわけで僕なりの視点で感想や深掘りポイントの共有なんかをさせていただきましたがいかがだったでしょうか。皆さんのね、ご意見だとか1話の感想キャラクターの印象なんかもね、合わせて教えていただければと思います。まあ、清香さんについて僕全然喋ってないですもんね。はい、皆さんの見立てどうでしょうか。浩二のお父さんが言っていた名前とは違ったんですけどね、まあまあおいおいストーリーにつながってくると、思われますし、みんながね思うキャラクターの印象なんかもまた教えていただけると嬉しいと思います。で特にね僕教えてほしいのが明治とか大正の時代感が分かるような描写めちゃくちゃ多いんだけど僕に知識がないんでね、さっぱり分かりませんので、このあたりね知識補足なんかね、できる方はね教えていただけるとね大変嬉しいかなというふうに思います。結構このままでね、しっかり書かれていますので読み取れる部分も多いと思うんですよね。ちなみにですね余談としましてはですねちょうどねこの私の幸せな結婚が舞台が金沢なのかな、はい、石川県の方でまあその市のコラボキャンペーン的なね、そういうのがやってるみたいで僕ちょうど先々週に石川県に行ってきてですねあタイミングがずれたってね、ちょっと思ってしまいましたが、はい、そういった公式側が提供している情報に関してもねまた教えていただければと思います。僕はどちらかというとアニメ視聴者視点で楽しんでいこうと思っているのであまり公式的な情報とかも拾いに行かないんですね、この辺またねファンの方教えていただければと思います、ちなみにまあ僕今回多分だいぶ僕の勝手なね、見立てで話してるんで原作と照らし合わせたら間違ってるところいっぱい、あると思うんですけど、まああくまでもねアニメ視点で楽しんでいこうと思ってますし原作ファンとアニメファンがねネタバレなしで一緒に楽しんでいける、そういう場所にしていったら嬉しいかなと思ってます、原作視点でね語る場合はまあ原作補足でとかですね、でねもしかしたらネタバレ要素あるかもみたいな感じでですね表記の後に4行以上改行してね、コメントいただければみんながこう安心して住み分けながらもね一緒に作品を楽しめるんじゃないかなというふうに思っています。そんなわけで、まあ、しばらくはこの作品僕も追ってこうかなと思いました、まあ、動画を毎回出せるかはちょっとわからないんですけどねラブストーリーものってあまりね、ずっとタッチしてこなかった、部分ではあります、このチャンネルでは主に僕が好きな作品を取り上げて感想とかね好きなところを共有してます、まあ、楽しみながら作品をね応援できたり動画投稿やライブでね、まあ、みんなで楽しんでいければいいかなと思っていますが、まあ、また夏アニメに関しては夢中になれる作品をね、探してる最中にはなっていますので、またね、何かの作品でご一緒いただければと思います、ライブもやってますんでお気楽に遊びに来てください、それではまたお会いしましょう。遠山徹でした。